お帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの遷座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ。それなら襲う隙が必ずある。ただし御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ、今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方大司祭がネクターの元締めなんでしょ。教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占。大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。サヤなんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記章を持ってお行きなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった。鍵の情報は頼んだわよ。ベルベットどうかした？なんでもないわ。でもなんか。なんでもない。城に忍び込んで襲うなら徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて酒場で一休みさせてもらおう。そうね。赤星光のネクターって体に良くないから禁止されてるのに、どうして作ってたのかな？禁止されてるからさ。え？国や政領が世のため人のためだと規律を作っても、その全部に納得がいくとは限らないだろう。
タバサの麻婆カレーが禁止されたら、お前はずっと我慢できるか？嫌だけど、禁止だし。禁止されようとなんだろうと腹は減る。欲しい客はいるってことだ。だが、金製品だけに世に出回る品は限られ、値が釣り上がる。だから作るんだね。綺麗事だけじゃ済まない。世の中にはそこら中に裏があるのよ。裏？金で請け負う殺し屋、密造の武器商人、莫大な利子をつけて金を貸す高利貸し、俺のような海賊も、情報の見返りにボラードになる奴も、ヘラビーサの商船組合も同じ裏社会の住人だ。ひよこを青く塗って高く売りつけてるやつも、路地裏で虫を戦わせて賭け事してる連中もな。あ、笑顔を向けてくるやつにも裏の顔がある。出し抜かれたくなければ気を抜かないことだ。どんな虫が戦うのかな。そこかよ。成果をか探索せ。ギデオン大司祭が一人になるのは夜よ。この店は一員だよ。先代からずっと世話になってる。赤いスカーフが決死鳥の印なの。そうだ、よくわかったな。このスカーフをつけた仲間に気性を示せば手を貸してくれるはずだ。アイフリード船長が一時監獄島に囚われていたのは事実だったわ。特等大魔師メルキオルに連れ出されたことも。でもその後の消息がつかめない。いずれにせよ、聖霊があいつを捕らえているのは間違いないな。目的は何なのかしら。海賊討伐のためなら見せしめで処刑するか、あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかしてアイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの。異大陸の異物、あの妙な道具の噂が出回っているのか。可能性はあるな。あいつはある異物を妙に気に入って大切にしていた。どんなものなの。海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だがもし目的がそれなら、利休に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと感謝するわ。その線も含めて引き続き情報収集を頼む。もっともっともっと。違うの、そんなつもりじゃなかった。だけどお腹が空いて、お腹が空いて。病で消えゆく弟の命で姉が長らえるなら、その行為には断りがある。我慢しなくていいんだ。ベルベット、ライフィセットを食べなさい。聞くもんか、お前の言うことなんか。あんたどうしてベルベットが売らされてたか。
安く近寄るな。私がゴーマって分かってるでしょ。ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。扱うにも捨てるにも、物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかったわい。あんたも来る気？お主らと一緒におれば鼻炎風を使う女対魔師が現れるぞよと、マギル占いに出たのでな。当たるのかそれ。わしは昔王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。手形を拝見。確かにこの地下道は王城につながっている。離宮の中に出られるはずだ。気をつけ坊、水の中には巨大ワニがおるでな。ワニ？ワニの好物は魔女だ。さあ行くぞ。マギルー以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないわね。こんな道を知ってるなんて、やっぱり警視庁ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体？その昔城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたが、バークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は二つの情報を得たという。二つ？一つは人が通れる地下道の存在、もう一つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、
そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。棒の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな。棒が食うた麻婆カレーには人食いなまずの。行くわよ。うん。こら、この魔女殺し。お、水が引いたぞ。ワニいないよね。全力で答えたが、油断は禁物だぞ。呪い効果で呪い逃げるぞ。逃がすか、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 フリットステップ熱光陣、お願い。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、サバンナがここだ。くらいつくす、失踪しろ。効果陣ここだ。くらいつくす、レッドロイス、サロフェイスムーン、熱光陣。本気になるまでもなかった。から市民を守るための城塞都市じゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは清涼な怠慢じゃ。確かに清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲ってその内側を守るってのが
王国と星稜の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって外に逃げるのは容易じゃないとも言える。王宮は広いし建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは星稜も分かっておろう。むしろ誘い込んで一網打尽にすればよかろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんてさぱらんの。
覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、効果点、呪い、耐えられまい、効果点、しまった、セイドブライト、捕らえられまい、呪い、ジルクラッカー、ジルクラッカー、効果点、呪い、三の効果点、呪い、ジルクラッカー、しまった、捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい、急がないと夜が明けちゃう。こんな時はマギルー占いの出番じゃよ。どちらに進むか、フィッチフィッチフィッチ。マギルー。ああ、怖い怖い。ボウはどっちに進めばいいと思う？僕は。とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。ベルベット、浮かぬ顔じゃのう。コアクターとはいえ人間を殺すのは気が重いかい？別に。あんたみたいにヘラヘラしてるやつがどうかしてるのよ。わしは裏切り者を探しに行くのであって、人殺しに行くわけではないからの。殺さないといけないのかな。ネクターをやめさせるだけじゃダメなのかな。話が通じるやつならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当なクセ者だぞ。今でこそ聖司教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前までカンコドリが鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にも
ずっと聖主教会に尽くしてきたのが、あの大司祭、ギデオンだったとか。だが、降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って、手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ、愚か者の群れじゃからの、人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や、権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中は、みんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの、事故だの、死に方はいろいろらしいがな。その結果、ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱。心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんな奴だろうと関係ない。やるべきことをやるだけよ。探索。
こんなところに出るなんて。ああ、おほー、さすがは王城の書庫じゃ。チンポンが揃っておるの。あ、古代語の本読めるのか。うん、でも僕、暗殺には必要ないものね。欲しいなら持っていけばいい。いいこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前な、もっと素直に優しくできないのか。人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか？もっと高そうな本もあるぞ。
さて、マギル、礼拝堂はどっち？さて、どっちじゃろう？ちょっと。わしは王城に入ったとは言ったが、詳しいとは言っておらん。私は言ったわよ。邪魔をしたら捨ててくって。でも、まずゴミ箱を探さんとな。当てにした私がバカだった。さあさあ、肩の力を抜け。さすれば道はおのずと見えてくるものじゃ。油断は禁物だ。修理しろ。本気になるまでもなく。緊張してるのか、ライフセット。少しならば、わしがまじないを教えてやろう。フィッチウィッチフィッチってやってたあれのこと？あれは運勢や未来を見る占いじゃ。まじないというのは自分にかける幸運の魔法のようなものじゃよ。この呪文を唱えるんじゃ。マギンプン。ほーれー、効き目抜群じゃ。どういうこと？何の魔法なの？どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことにとらわれる生き物なんじゃって。とにかくわしの後について唱えるのじゃよいな。うん。マギンプイ。マギンプイ。声が小さい。もう一度。マギンプイ。マギンプイ。もっと心を込めて、マギンプイプイ。マギンプイプイ。もっと、マギンプイプイ。もっと上げて、マギンプイプイプイ。しー、静かに。わしらは侵入者じゃぞ。これがお約束なんじゃ。うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんてない。まったく、ゴーマと精霊には余裕がなくて困る。マギンプイ。ん？どうでもよくなった？くぅ、棒に慰められるとは。もう、どうでもいいわい。
この距離なら外せる。ゼロの方ハグ。邪魔するなら始末。あんたがギデオン？祈りの途中だぞ。何者だ？先に聞いたのはこっちよ。無礼な。だが、ゴーマならば当然か。そこまでです。マギル占い大当たりじゃ。待ち伏せか。これも死神の力か。それともあのばあさんに売られたか。調べたのね。ネクターの元締めがそいつだって。そう、あなたたちが起こした事件の関連を洗ってギデオン大司祭に行き着きました。知った上で守るの？処罰は聖霊が厳正に下します。処罰だと？私がどれだけ聖霊に便宜を図ったか分かっているのか。ベルベットや、そやつを追い詰めてくれたらいいことが起こるかもじゃぞ。ガイアは黙ってなさい。トーンを大きくどけ。後腐れなく片付けてあげる。させません。聖霊の規律にかけて。ネクロン
飛び道具は向こうの方が上か。頭を潰せ。任せる。エレの頭をいじめるなでぞ。わしから逃げてくれたの。マギル姉さん。元さやに戻ってもらうぞ。七つ目の森に生まれし一族よ。今再びちぎりを交わし、我が悶々たる記念混沌を極めし一滴とならん。覚えよ、何時に与えるマナを。フューシーカス。ビーン、ソーバット。みなぎってきた。この力は対魔神。違う、わしこそは健康雨天をおもちゃにし、鬼をもおちょくる大魔法使い。あ、マギルー姉さんと覚えおけ。人の身でゴーマに味方するとは恥を知りなさい。効果点、効果点、マギル、わしじゃ。くたびれた。行くわよ。一個貸しよ、マギル。わしは六郎と違ってすぐ忘れるじゃん。じゃあ今すぐ返して。ご利用は計画的にな。ディエンディング、呪い。それ三面に音が見える。ディエンディング、どいて。どきません。
待ってくれ。すべて清涼のためにやったことなのだ。神殿建立の費用がいると言われて、それでネクターを。勝手に製造量を増やしたのは悪かった。だが、それもわしなりの救済のつもりだった。話し合おう。誰に頼まれた？被害者か？医者どもか？それとも、まさか、アルトリウスか？そうなのだな。くそ、私を決して闇に葬る気か。おのれ、私がどれほど炎上してやったと。いかん。ベルベット、救世主面の若者が。腐れてたまるか。ぼさっとしないで、死んだら本は読めないわよ。ベルベットこそ。おわんと逃げられるぞ。逃がさない、追って殺す。大司祭までゴーマ病になるなんてね。限度を超えたということじゃな。今の悲鳴は？こいつは何？清涼がこいつを捕まえてるってことか。この結界、前に。何はともあれ依頼は果たせたの、結果的にじゃが。そうね、報告に戻るわよ。大司祭に何を。それにこのゴマは一体。知らないし、興味もない。ふざけるな。ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり？
なかなか盛りだくさんな一夜だったな。気を抜くな。まだ夜は終わっていないぞ。大魔師から精霊を奪うとはな。どうやったんだ、マギル。もともと美縁風はわしの精霊なのじゃ。それを裏切って家出しよってからに。マギル姉さんの精霊使いのパッドさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところをエレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。ビーン！またバッドな日々が戻ってきてしまったでふ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけ、ベルベット。問い詰めるだけ無駄だ。探索。ペンダントか。私には必要ないものね。無事、依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？わかったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には、高位の大魔師しか入れない。そして、高位の条件は、A ランクの精霊を4体以上連れていること。つまり、4体の強力な精霊がいれば、俺たちも結界を抜けられるってことか。だが、精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと1体精霊がいるな。大魔師から奪うしかないわね。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いて行ってもらうわよ。礼儀はなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様、じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？どうしよう、襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギル姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい。です。お願い、します。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。
ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おや、まあ無理もない、長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つために。仇。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。してやったでな。ビューン、道で過ぎてふよ。鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってる。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょ。カノヌシは存在しないっていうのか？カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつは。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライキセット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるようシルフもどきを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフもどきの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。だがどういう仕組みなんだ？伝書鳩は帰巣本能を利用して飛ばすもんだが、シルフもどきは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフもどきはとても賢い鳥で、場所じゃなくて
人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか？ダメだよ六郎。やっぱりダメか。改めまして皆さん、精霊ビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう？らしいな。だが精霊が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な A 級じゃよ。特別な A 級？感動です。マギル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんですね。昔から変わらぬぞ。主が A 級にわしのしもべであることはのう。そっちの A 級ですか？そうばーっと。緊張感のない奴がまた増えたもんね。そうか、そうじゃろ、そうじゃ。マギルーは魔女の基本じゃい。すごい。犬も歩けば棒に当たるなんて人間は、俺は当たったことなんてね。痛くご…そうだよね。
大司祭様がお怪我をなされて教会の人は大司祭様王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もいつもす物騒な私は全部嘘だお姉ちゃん悪い賊が来たその迫力なら棚ぼとで大怪我とは城で司祭が殺されたなんてことになったら何て夫婦喧嘩は犬も食わぬってさ何でも食う犬ですら夫婦喧嘩は見向きもしないって意味だよな何でも食わねえよ犬の味覚なめんなつうか何でも食うの雑食を極めた人間分なかなかその怪しみなりお前らローグレスの入り口で鳩出したマミムメキマミムメではないマギルーキそうともゼクソン校から来てでもここで会えたが100年そっちの愛想のない姉ちゃんのやってもいいね金ならある断るそこをなんしつこいなんだ今回は A さもなくばお主がこの世から消える記述弟子にやらせてもよいがマジマジじゃそしき罪人わしに言ったそうです罪をこでも勇気がなくて言えなかったのおお違う私が思っていたのはずっとしかしいやあなたも私だけを見てなどというこっつまらん恋愛小説どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことおっと罪を告白するつもりが罪の子これも許しておくふぅなに？ほー犬は人間は犬猿の中静になってさらりとしつあ
アルトリウス様の演説にはっていうか感動して、なんであんた商売だからに決まってるじゃないか。あれだけ感動的な演説を聞いたら、そこで見学記念の聖杯を売る。これから町の職人、無駄にならん、バカ言うなって。飽きないは分からんが、儀式もあいつも。最近なんだか体のなんだか急に手に入りにく、オートなら売ってると。ネクターはやめ、なんだって、積成手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗り、ああそうだな、ネクターはやめる。いいこと教えて。ゼクソン港で偵察と合流するぞ。どうかしたのか、ライフィセット。元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎は王魔の剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女、僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた、テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフィセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ、自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ、どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど、わかった。いい話っぽいが気をつけ、言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。